エルロード・ヘンドリックスはアメリカ領バージン諸島シャーロット・アマリー出身の元プロ野球選手。右ト左ヒ1959年にミルウォーキー・ブレーブスと契約してプロ入り。1968年から1979年まで12シーズンを MLB でプレーした。 守備力の優れた保守であり、1969年と1975年にはアメリカンリーグの保守で守備率トップとなった。1971年のワールドシリーズで優勝、同年秋にチームの一員として来日した。その当時はボルチモアオリオールズの正保守だった。スター軍団の中では地味な存在だったが、4本塁打を見せるなど大活躍をした。 1976年6月に5対5の大型トレードでニューヨークヤンキースに移籍したがヤンキースにはサーマン・マンソンという不動の正保手がいたためほとんどが代打での出場で試合の途中でヤンキースタジアムのブルペンから一塁ベンチまで外野を走って代打に備えるという光景がよく見られた。現役引退後はオリオールズでブルペンコーチを長く務めた。 65歳の誕生日を翌日に控えた2005年12月21日に突然の心臓発作のためメリーランド州グレンバーニーで死去した。ありがとうございます。